はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回ですね、昨日か9月22日、本当に、イベントありがとうございました。まあ単独イベントっていうのかな、ズームっていうので、本当にリスナーの皆さん、本当にたくさんの方来てくださり本当にありがとうございます。いや本当にガチで楽しかった。もうね、余韻に浸ってますね現在。そしてですよ、なんとこのイベントの中でですね、もう本当にガチのサプライズです。本当に打ち合わせとかじゃなくて、なんとそのまあバディさんがね、ちょっとここでトライアングルさんにちょっとお話ししてなかったんですが、とあるサプライズがございますと言われまして、なんとね、僕がガチャの時に散々けなす青鬼オンラインのね、運営さんがなんと僕にサプライズをしてくださったんですよ。それがまあちょっとね、ツイッターでも回っちゃってるんですが、実はね、ちょっと、名前をですね、トライアングルにしていただいて、はい、こちらです。トライアングルです。皆さん、忘れないでください。こちらです。トライアングルと申します。よろしくお願いします。これにして、なんと、ランダムマッチ入って、まあ、青逃げしなくていいのかな？普通に、名前をトライアングルにして戦います。そうすると、なんと、もう言っちゃいます。もう言っちゃいます。なんと、トライアングルのワードが手に入るんです。はい。しかもですよ、そのワードがね、まあ、その時ちょっとお見せしましょう。一試合、ちょっとまず、ガチというか、すぐにやられずにね、普通に戦いますので、入手した時にお見せできればなと。本当にすごい。そのワードのね、言葉もあるし、それ以外もね、ちょっとね、すごい面白い仕様があるので、ぜひ、見てみてください。さあ、もう、さあ、このまま、あとはスキンだ！トライアングルスキンだ！はい。サムネに多分トライアングルくんのスキンがあると思うんで、それぜひね、運営さんは活用していただいて。嘘です。いつかね、またいつか、本当にね、なんだろう、その、トライアングルさん、あんたが2周年記念の大切な重役を補えるわけないでしょって、わかんないじゃないですか。その時になんかずっと常に100万再生とか取ってるようになったらどうなんですか？はい、すいません、ごめんなさい、それ伝わります。はい。まあとりあえずまたいつかね、スキンはまあそんなもうなんだろう、公式をね蹴った男、危なかった公式をね、そのマークついてない男がね、そんなね言えたもんじゃないんですけど、まあいつかね、やっぱりスキンが欲しいな。でもやっぱり名だたる方々ですからね、でスキン作るのもいろいろ大変だし、まああれなので、はい、気長にいつかという形でね、なんだろう、もう星1のキャラクターでいいんでいつかね、本当に、あと本当にその時にね、運営さんの方ももう来てくださってね、本当にありがとうございます。改めまして本当に感謝です。はい、まあこれからもよろしくお願いいたしますということで、はい、一応ねガチャでのね、そのいろいろ発言の件を誤っておきましたが、もう本当にね、すごい優しいね、方々で、もう全然大丈夫ですよって言ってくださってね、本当にありがとうございます。さあ、そして毒蹴りさ、ここから始まります。で、イベントでね、まあ、青鬼オンライン、リスナーさん方とやったんですよ。まあ結果はもう、あれだよね、イベントはもう終わったから話していいんだろうけど、見事にね、僕も、あれでしたね、3試合やったのかな？ 3 試合やって、3試合か。で、まあ、一応1回は、その1位にはなれなかったけど、2位で勝ちましたけど、最初なんてあれですからね、1人、リスナーさんが青逃げして、僕、なんだろう、6、7位とかで、普通に完全敗北いたしまして、はい。いやー、ちょっとね、もっと、精進せねばならんなって思いましたね。で、やっぱりね、イベントのいいところっていうかね、青鬼がこう来るじゃないですか。で、今僕実況で喋ってる時って何にも反応じゃないじゃないですか。で、あ、動画の前ではこういう感じでみんな反応してくれてんだなと思ったっていう風に感じれたんですけど、なんかイベント中、はーとかすごいね、やっぱり。はいやロッカー、あーでもロッカーこれ多分入られるな。いや大丈夫、誰も、僕を追わないって信じてる。やめて。ね、みんなこの、青鬼が来たら、はーってすごいいい反応とかしてくれたりね、本当に楽しかったでござる。いやーもう終わったんだな悲しいな、本当に。マジで悲しいな。もう一日、なんか、実はもう一日やりますみたいな、そんなサプライズとかあったら面白かったんだけど。泣きのもう一回みたいな感じでイベントやりますけど、泣きじゃないけど、
おっと、あー、ちょっと待って、だからワードはやめて。はい、はい、はい、いやー、ちょっと待って、ガスマスクない、ガスマスク、そしてチビオニがいっぱいだ。大丈夫、ガスマスクのーん。ちょっと待って、ガスマスクが欲しい。やばいな、これ多分教室さんめっちゃそれ集まってんな、これ多分。ちょっと待って、誰かやられてる人いね、やられてる人。もう消えちゃってるか。で、あの宝箱を取りに行くと多分やられるんで、ドッキリ。間に合わないんで。やられるとして、ここのガスマスク取ろう。ここのガスマスクっていうか、このプレゼントボックスの時は確実に、宝箱なんで、なっ！まずい。これはまずい。非常にまずい。しかし私はまだ狙われてない。これが不幸中の幸いといったところでござる。誰かがやられた時に僕は、そう、二人はプリ、なんかヒカキンさんが取ってたの。大丈夫。僕はまだ狙われてない。そう、それで僕はやってない。ありがとうございます。マイクラさん。いや、でもこれガスマスク、ちょっと待って、ガスマスク、誰かも、この二人が出ると予想。出ろ、キラキラ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 、デンナーツ。いやー、ガスマスク持ってるのが全てよ、はい。これそう。ガスマスティン、はい、ワードプレゼント、こちらです。新しいワードを入手。なんと、トライアングルって名前にすると、まあね、よく私がガスマスク取ってるのに、ガスマスティングって言うじゃないですか。その時のね、ワードが手に入ると、さらにですよ。さらに、あ、多分一旦 CM 入りまーす。豚を育てて出荷しよう。なにこれ、超面白い。かわいそう！やだ、行きたくない！豚さーん！やばい、めっちゃやりたい。めっちゃやりたい。これ実況しまーす。これ実況しよう。え、これ実況したい。養豚場ミックスね。オッケー。ちょっとこれ実況します。で、ごめんなさいね。はい。で、ですね、ワードでね、どこだろう、ガスマスティング。下の方かな？下の方だと思うんですけど、皆さん見てくださいませ。はい。ですね、ちょ、多いな、これ。なんと、キラキラがついてますね。はい。これはですね、おめでとうっていうのも、ワードの枠に、なんかあったじゃないですか。その、1周年のマークみたいな。なんと、これ今回ガスマスティング。まあ、ちょっとこれでね、どうしよう、見やすいように、ちょっとゴールデンタケシだとちょっと見にくいから、見にくいで、あの体っていうか、見た目じゃなくてね。やっぱり僕といえば結構カボチャのイメージある人いると思うんで、ちょっと今回カボチャで、ガスマスティングやってみたいと思います。びっくりしますよ。本当に。なんか、その、まあ、僕まだ話しか、ってかツイッターで回ってたやつを見ちゃったんですけど、まだ僕見ないようにしてたんですけど、その、まあ、画像見てしまいました。すごい。なんだろう、そのね、まあ、ちょっとお見せしてからちょっと説明したいと思いますので、じゃあ開始とともに、高らかにガスマスティングと言わせていただきたいと思います。いやー、ついに来たなー。まあ、その、スキンはね、またいつか出てきてくれれば嬉しいかなって感じなんですけど、なんか、嬉しいよね。なんかその、青鬼オンラインさんと関われたっていうのがすっごい嬉しい。なんか、なんて言えばいいんだろう、その、今までは、それ公式マークっていうのもあったけど、じゃなくて、その、もう本当に、がっつり関われたってことじゃないですか。そのゲームの中で、その、の、まあ、一つのピースになれたみたいな。それがすごい嬉しい。でも頑張りましょう。本当は青鬼オンラインやってきてよかった。じゃあ行きましょう。さあ、そして行きますよ。見てこれ見える？行きます。ガスマスティン！なんと、はい。こちらね、ですね、これ、トライアングルの、まあ、グッズの画像が、まあ、ちょっと今画像見せてるかな？見せてるかわかんないんですけど、そのグッズのなんと画像の背景の、後ろのやつでガスマスティングと。なので皆さんぜひ、このガスマスクを取った時に、このガスマスティング使ってみてはいかがでしょうか。いやー、トライアングルって名前増えてくれると嬉しいな。やっぱり、トライアングルばっかやんってなりそうだけど、ちょっとね、たまにはというかね、ちょっとやってみたいなと。それね。やっぱり僕がコロコロ名前変える関係でね、結構名前が、その、まあ、トラララララっていう名前減ってきたのでね、また、そのトライアングルっていうか、どうしようかな、名前トライアングルでやっていくべきかな。基本スタンダードはね。前までは結構僕トラララとかね、トラギブソンとかトラがつくやつでなんかやってたんですけど、一応、もちろん公式マークついてないんで、その、名前をコロコロ変えれるんで、まあ、基本はトライアングルでやってっていう感じでもいいかもね。そう思うとね。ちゃんとこう公式さんがね、このワードでちゃんと用意してくれたやつなんで、うん、そうやったらトライアングルで
ちゃんとっていうか、やった方がいいのかな。あ、ちょっとあの上の宝箱取れるかな。ちょっと待とうか、これ。ここで私は取る。ガスマスって、どうだい。さあ、ここで私は取りました。ガスマス。オープンダウントーン危ないです。これちょっと待って、2試合連続ガスマスク取れてないんだけど、どういうこと。とりあえずガスマスティングって叫びたいよ。叫びたいよ。ちょっと待って。ガスマスティント叫びたい。あ、ちょっと待って。ここいけるか、これいけるか、これいけるか、ガスマスティングいけるか、ガスマスティングを取ったら、いきます、ガスマスティングと、そう、ゲットしたよという合図でございます。ぜひぜひ皆さんこれ活用してみてください。さて、待って、どうしよう。まあ、とりあえずガスマスクゲットできて、最終地点が、まあ、おそらくここっていうのが確定したので、まあ、でもローラースケートとか、まあ、またか、もう一回ガスマスティング叫びたいんで、ここでガスマスクを取って、ノー。いや、大丈夫。やばい、ペンペン、ペンペン、ペンペン、ぐわー取られた。多分取られるわ。仕方ない、仕方ない。まあでも、一応ガスマスク取ってるんでね。まあ、プレゼントでもちろんゾウスキンのために、まあ多分今日もゾウスキンの動画出すと思うんですけど、そのゾウスキンのためにね、ぜひとも取っておきたいんですけど、あ、青ゼニシャン、シェンマイさん、ノーレさん、ちょっと待って、ガスマスティン、遊び心のガスマスティン。よし、お、高行さんがレアスキンゲットしましたね。まあでももうレアスキンはね、もう結構もう普通になってきちゃってるからね。あれ、あ、この人、高幸さんが、あー、そっか、持ってなかったのかな、多分。まあ2分の1とかだからね。キッキャッキャッ、はやー、ガスマスク使っちゃったー。ちょっと待って、落ち着く落ち着く、大丈夫。いや、大丈夫、このステージでもガスマスク勝負か。これはちょっとまずいかもね。なんで私はプレゼントボックスさんが取ってるんだ。あ、でも500枚嬉しい。ちょっと待って、これは、どうしようかな。ガスマスク取りに行くべき。いや、待つか。ここは待とう。仕方ない。みんな多分もうガスマスク使ってると思うんだ。光れ光れ光れ光らない。いやー、これ狙われてんな。まずい。これは不利だ。圧倒的不利。しかし、ここにいることによって中央にペンペンさんを寄りつかせないという作戦でござる。これは影です。これは影です。もう一種の影という、え、わかっちゃった。やったぜ。生存成功、最後の一人です。よっしゃー。ということで、まあ、今回はね、その、青鬼オンラインで、名前を、トライアングルにすると、ガスマスティングっていうワード、しかもですよ、背景が、もうあれ三角形なんですよ。僕のグッズのね、その画像っていうのは三角形で、まあ、その、三角形を、モチーフにしてくださった、ワードですので、ぜひ、皆さん、名前をトライアングルにして、やってみてください。で、皆さん一緒にガスマスティングと。ガスマスクを入手したらガスマスティング使っちゃいましょう。はい。ということで、今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。多分、夕方は、ゾウスキンチャレンジと、あと、もう一回ちょっと青鬼オンライン出したら出したいなっていう感じなんですけどね。はい。だと思いますのでよろしくお願いします。じゃあお疲れ様です。バイバイ。